これ本当にでっかいですね。どうも、食の贅沢です。今回はチキンカツを作っていこうと思うんですけれども、特に今回はスティックチキンカツを作っていきたいと思います。前回の動画で鶏ハムをやった時に観音開きっていう方法をやったんですけれども、それを利用して鶏胸肉をこっからこうするすごい大きいチキンカツができるんじゃないかっていうね。なので今回は鶏胸肉を使ったビッグチキンカツを作っていきたいと思います。ではビッグチキンカツを作っていきます。鶏ハムを作るときはここを切ってこう横に開くんですけれども、そうするとフライパンからはみ出るので、今回は縦に切ってこう広げていきたいと思います。というわけで、まず鶏胸肉を真ん中切った後削いでいって、いいよ、それで開いていきます。パカッと、なんかもう一削ぎぐらいできそうですよね。いいよ、パカッと、すげえでかい。僕の手がこれぐらいなんで、もう手より大きいですね。それでこれに塩、砂糖、あと料理酒、いいよ、それでこれを全体になじませていって、でこれを冷蔵庫で30分ほどつけていきます。ではつけてる間にバッター液の準備をしていきましょう。ということで、まず薄力粉、卵、あと水を入れて、でよく混ぜていきます。で本当は小麦粉、卵、パン粉ってつけるんですけれども、今回は大きいんで、もうあらかじめ小麦粉と卵を混ぜちゃいます。では揚げていきたいと思います。では巨大チキンカツを揚げていきたいと思います。ドーン。でっけー。なんかフライパンが小さく見えますね。ではこれを一度ひっくり返したいと思います。おお、すげえ。これ本当にでっかいですね。ではこちらを揚げていこうと思うんですけれども、揚げるのにも一苦労ですね。怖いなこれ。では揚げていきたいと思います。ではではビッグチキンカツができたのでいただいてみましょう。ではいただきます。というか、どうこうソースかけてこのままかぶりつく。いただきます。うん、超うまい。下味だったりとか柔らかくなる処理をちゃんとやったんで、鶏胸なんですけどすごいジューシーで、これ美味しいですね。何よりこの圧倒的なボリューム感、これがもう食欲をたぎらせるようなレシピになっていますので、ぜひ試してみてください。で、この動画がいいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、あと周りの方に簡単飯テロ道具があると周りの方に言っていただければ幸いです。というわけで、ご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。で、最後に注意点、観音開きにしたりとか、あと鶏肉自体結構薄いんで心配は少ないんですけれども、生だってならないように注意してください。